93式近距離地対空誘導弾は35平方ミリメートル連装降射機関砲 l -90 の後継として陸上自衛隊に配備された自走式の近距離防空ミサイルシステム。防衛省は略称をサム -3、愛称をクローズドアローとしており自衛隊内ではキンサムとも呼ばれる。アメリカ陸軍が運用している。 アベンジャーシステムと似たシステム構成だが 12.7mm 重機関銃 M3 は装備されておらず発射機内にて操作員が直接操作する方式ではない。1990年より試作が行われ1992年に実用試験を開始している。ミサイル本体は91式系対地、対空誘導弾を流用したため開発は車載発射機と 後輩 FCS に限られ、開発期間は3年間と短期間であった。後輩 FCS は民生品を用い、価格低減が図られている。1993年に93式近距離地対空誘導弾として正式採用され、翌1994年に部隊配備が開始された。システムの生産は東芝が担当している。社内、 社外捜査員の配置と役割がよくわかる陸上自衛隊で同じく使用されているトヨタ自動車が開発した高機動車の車体をベースに通信アンテナの全部バンパーへの移動操縦席ほどの FRP 化などの改造を施した上で車体後部の荷台に91式形態値対空誘導弾の4連装発射装置2機を搭載している発射装置は発射機 観測装置、誘導装置などから構成されている。誘導弾は4連装のランチャーに収められ、これが観測装置、誘導装置類を挟むように発射装置の左右にある。標準装置は、蛍光式のサムマイナス -2 と、同じく、スノコ状のイフアンテナ、可視光、TEB カメラレーザー受光器、赤外線、センサレーザー発信機からなる。これらに加えて、発射装置には、 死団対空情報処理システムから目標の情報を受信するためのデータリンク用アンテナも搭載されている。基本操作人員は班長、伊手、対空警戒員の3名。射撃は班長がヘルメットに取り付ける目視照準具で目標を標定し、伊手が助手席にある射撃統制コンソールのジョイスティックで発射装置を試行する。可視光、TV カメラ、または 赤外線センサで目標を確認したら、レーザーで照準、ジョイスティックの発射ボタンで発射する。射撃コンソールは、車外に設置することも可能で、車外から遠隔操作をすることによって、発射機への攻撃に対して操作員の生存性を向上させることができる。1994年以降、35 平方ミリメートル連装降車機関法 L-90 の更新として、降車共同体、第2師団、第2降車特化大隊、第4師団、第4降車特化大隊など、第7師団、第15旅団を除く全国の部隊に配備が行われ、2008年度に調達を終了した。2018年より、師団、旅団降車特化部隊からの配置替えの形で、 速応機動連隊本部管理中隊の校舎招待に配備が開始された。陸上自衛隊校舎、学校陸上自衛隊武器学校北部方面隊、東北方面隊東部方面隊中部、方面隊西部方面隊。ありがとうございます。